皆さんこんにちは、シンガーソングライターの堀内敬三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいましてありがとうございます。本日2024年7月9日火曜日に収録しております。昨日7月8日月曜日、海の始まり第2話が放送されました。衝撃的な第2話でした。リアルタイムで見させていただいた後、もう一度前編見返し、また主要なシーンを何度も見返した後、昨夜結構遅い時間になったんですけども、動画を撮って今朝アップさせていただきました。昨夜は何と言っても有村架純さん演じられます夏くんの今の恋人百瀬弥生さんにも本当に辛い過去があったことが昨夜の放送で明かされて、私たちの心がすごく揺さぶられたんですけども、そういう回でもあったので、昨夜の第2話、有村架純さんの凄まじい演技が炸裂する回でもあったかなと思います。今回の海の始まり、主演目黒蓮さん、そしてまた有村架純さんは準主役みたいなポジションかなと思うんですけども、相関図なんか見ていただいても分かるように、月岡夏くん今の恋人、百瀬弥生さん、有村架純さん、二人がこうして並んでおられるのを見ても、ある意味見方を変えたら、お二人とも主役みたいなポジションかなと捉えさせていただいてもいいかなと思います。で、古川琴音さんなんかが素晴らしい演技派っていうことはもう前から言われてるんですけど、有村架純さんがやっぱりすごく美しい女優さんでもあるので、その美しさ、綺麗さの方が前面に出て、実はものすごい演技力っていうところがあまり私ちょっと語られないかなと思ってるんですけども、このほっこりカフェでは結構以前から有村架純さんの演技力の凄さは語ってて、2021年映画館で公開された、その前年には、NHK のドラマで公開された作品なんですけど、太陽の子っていう作品があって、主演は柳楽優弥さん、そして柳楽優弥さんと三浦春馬さん、有村架純さん、この3人が中心キャストとして描かれた映画なんですけども、その柳楽優弥さんと三浦春馬さんが血がつながってない兄と弟、兄弟を演じておられるんですけど、皆さんご存知のように、柳楽優弥さん、三浦春馬さん、もう子役時代から本当にもうずーっとと活躍してこられた、もう本当に凄まじい、役者魂を持った二人が激突する、演技なんですけども、このお二人が素晴らしいのはもちろんなんですが、そのお二人と幼馴染の役を有村架純さんがされるんですけど、二人とも微妙にその有村架純さんに、やっぱりほのかな恋心みたいなものを持っておられる映画やったと思うんですけど、そのお二人のことを、この凄まじい、役者魂を持った天才2人を大きく包み込むような、もう本当に母性の大きさで包み込むような演技をされてて、その太陽の子を見た時に、このものすごい役者2人を包み込む女優さんとしてのこの器の大きさみたいなものがすごいなと思ったので、2021年の太陽の子以来、結構有村架純さんのやっぱり演技の素晴らしさ、そしてまた包容力の大きさみたいなところは結構語ってます。で、2022年はもちろん、目黒蓮さんと、その有村架純さんが、主役ではないんですけども、その生まれ変わりの中で、本当にちょっと悲しい恋、顔をされました。その月の満ち欠けで共演されてて、あそこでも有村架純さんの素晴らしさを語ってますし、また昨年は、大河ドラマ、どうする家康で、家康の妻、瀬名、後に築山殿っていう呼ばれ方をしてるんですけども、悲しい運命を生きた女性ではあるんですけども、この家康の、妻、瀬名を、本当に素晴らしく演技されてましたので、誰もが認める国民的女優さんではあるんですが、昨夜の第2話において、そのぐーっと心の中に抑え込んでた、秘めてた、そんな悲しみ、痛みみたいなものが、またこういう形で炙り出されて上に出てくる、その辛さを押し殺しながら、夏くんと接していかれる、その素晴らしい演技が、
見れたと、思います。特に、この弥生さんの部屋を訪ねて夏くんがもう包み隠すことなくもう正直に話された。あの時は夏くんは自分のことを話してるんやけども、それを聞きながらあの場面では夏くんをなんかそんなひどいことを思わんでいいですよって慰めてはんのかなと思ったら、あれは実は自分にも通じることをやったから、そんな殺したなんてっていうふうにおっしゃってたんですけど、あれはもうその言葉がその弥生さんの心にもなんか突き刺さってた、まあ、すごいシーンやったと思うんですけど、あそこでそのまあ同意書に自分も分かってサインしたあのあたりのことを打ち明けられた後のまたこの弥生さんのその演技の表情の変貌ぶりみたいなものの凄さをまた見返して TVer などで見返して、ぜひまたあそこの演技の凄さを見返していただきたいなと思っております。で、昨夜の撮らせていただいた動画でも触れたんですけども、昨夜の放送でも弥生さんがまあ同意書にまあサインされるまあシーンがあって、あそこのあのサイン浅井優馬っていう方と、まあ、百瀬弥生っていうまあサインやったと思うんですけど、あそこでは日付が書いてなかったんですが、そのエコー写真の方で日付が分かって、エコー写真の日付が2016年12月1日、そしてまた1話で放送された、その水木さんと夏くんが同意書にサインするあの同意書には2016年12月6日っていう日付があったので、そのほぼ同時期にあのようなまあ決断をまあされてっていうお話を、まあ、昨夜撮った動画では触れさせていただきました。で、お二人ともまあ同意書にまあサインをされて同じ決断をされたんやけども、まあ、どこかで何らかの理由があって、どこかのタイミングで、まあ、水木さんは同意書にサインした時の、まあ選択と違う選択をされるわけなんですけども、昨夜の第2話の放送でその弥生さんも同意書にサインされたあそこで写った同意書で同じようななんかこう書式の同意書かなというものは昨夜何度か見返させていただいた時も気づいたんですけども、まあ昨夜もかなり時間も遅くなってたので、まあそれ以上深掘りすることなく、まあ昨夜はまあ動画を撮らせていただいて出たんですが、今朝もう一度そこのところをまあスクショしてその見させていただいたら、なんとそれは私全くちょっと予測してなかったことではあるんですけども、その水木さん夏くんが書いた同意書と、そして弥生さんと浅井優馬さんがサインされた同意書、どちらにも光酸化クリニックという文字がありました。ということはどういうことかというと、お二人が通っておられたその病院、酸化の病院が同じ病院、そしてほぼ同じ時期に同じ病院に通っておられたっていうことが、今朝それを確認させていただいて分かりました。ということは、まあ、この後の、まあ、展開で、その同じ産科クリニックに同じ時期に通ってた二人が、まあ、全くそこで、その出会うことがなかったんやったら、そういう設定にする必要は全くないので、まあおそらくこっから先の過去を振り返る、まあ、映像の中で何らかの形で光酸化クリニックでその水木さんと弥生さんが出会っておられたというシーンがあるって考えた方が、まあ、自然かなと思います。そしてさらにちょっと想像をもう深く膨らませると、その先ほど言ったように、まあ、水木さんも、サインをされた時は、あの気持ち、あの選択をされてたと思うんですけど、結果として違う選択肢を選ばれたということの原因に、もしかしたら、その、弥生さんとの出会い、水木さんと弥生さんが出会い、そのやりとりの中で、ご自身の決断を翻す、変える
原因がそのあったのかなっていうところまではちょっと想像を膨らませすぎかもしれないんですけど、まあ、間違いなく同じ時期、ほぼ同時期に同じ産科クリニックに通っておられたということが分かったので、まあ、間違いなくこの後あの産科クリニックで2人が何らかの形で出会われて何らかの会話を交わしておられると思います。で、このあたりを考えてたら2話の後半の方で、その夏くんが初めて南雲家に、まあ、手を合わさせていただく、お邪魔させていただく前に、弥生さんが電話をされて、今夏くん電話いいということで、あ、今から行くとこですっていうところをやったんですけど、あそこですごく気になる言葉がありまして、2話の、セリフも全部書き出したんですけど、あそこで、もしもし月岡くん、海ちゃんと一緒、これから行くとこ、ほんとちょうどよかった、もし月岡くんがお父さんやるってなったら、うん、私がお母さんやれたりするのかなって、え、決めるのは海ちゃんだけど選択肢の中に入れてもらえたらなって、それも考えてみて、ごめんそういうこと、違うからね、誰の子でもそうするわけじゃないからって、あの時、まあ、電話で弥生さんがもし、まあ、夏くんが海ちゃんのお父さんをやるって決めたんなら、自分がそのお母さん役をやるっていうことも可能なのかなっていうふうに、まあ、ある意味逆プロポーズみたいにも取れなくもないんですけど、その後で誰の子でもそうするわけじゃないかなっていうこの言葉がなんかすごくちょっと私も気になってきて、まあ普通で考えたらこの誰の子でもそうするわけじゃないかな、それはもちろん愛するその夏くんの、まあ、血を分けた子供やから私もそういうふうにするんやからねっていうことなんですけども、さらに深読みしたらこれはもしかしたらその水木さんのあの産科クリニックで出会ってたあの時のあの女性のお子さんが海ちゃんやからっていうふうに考えられないかなというところまでちょっとこの深読みしすぎたんですけど、でもよくよく考えたらこの時点でその産科クリニックでもし水木さんと弥生さんが出会い、そのことが今も弥生さんの記憶の中のどこかにあったとしても、まだ今現時点ではその時のあの女性のお子様が水木さんやっていうことはここの時点ではまだ弥生さんには分かってへんと思うので、まあ、ここまで話してなんなんですが、まあ、これはちょっと私の深読みしすぎかなと、思いました、そしてまたもう一つなんか昨夜の放送の中でやっぱり見返して気になるところは弥生さんの住んでおられたところです、まあ、夏くんの部屋でちょっと説明しようとしたんやけども、なんかこううまく説明できなかったので、そして自分をかばったわけやないんだけども、もう少しちゃんと全てを弥生さんに話したいということで、夏くんがその弥生さんの住んでおられるところまで来て、まあ、その後お部屋で正直にお話しされるんですけど、で電車を降りられたところの駅が弥生さんが住んでおられたのが九品仏っていう駅、九品仏駅っていうところで、東急大井町線だと思います。で私もまあ全く京都生まれ京都育ち、まあ東京にもそんなにしょっちゅう行くわけじゃないので、この九品仏駅っていう駅は全然知らなかったんですけども、東京にお住まいの方なんかはもう普通になんかこう、馴染んでおられる方もおられるかなと思ってるんですけど、まあ面白い駅の名前やなと思って、その九品仏駅、九品仏っていうのを調べたら、その九品仏駅、九品仏には浄心寺さんっていう、まあ、浄土宗のお寺があって、で、まあ、浄土宗浄土真宗っていうのはご本尊が、まあ、阿弥陀如来阿弥陀様なんですけども、この浄心寺には9体の阿弥陀如来像があって、その9体の浄心寺の阿弥陀如来像のことを九品仏、九体の阿弥陀様、九品仏と呼ぶらしく、それで、あの辺りの地域のことが、まあ、九品仏と呼ばれるようになって、で、この駅も、
九品仏駅、その上信寺から、上信寺の阿弥陀如来像から来てるっていうのが分かりました。で、まあ、阿弥陀様、もう本当にすべての方の、まあ、特にあの時代、まあ、法然上人が開祖、そしてまた浄土真宗は親鸞上人、その弱い民衆を本当に救いたい、その一心で作られた、まあ、宗派ですけども、もしかしたらその後で弥生さんが、まあ、このように迎えてあげられることができなかった、まあ、魂をこの供養をされてる、まあ、お寺の、まあ、供養団のところで供養されてる、まあ、シーンがあったんですけども、あそこがその、まあ、上信寺かどうかというところは今のところわからないんですけども、でもしかしたらあの上信寺でお参りされてるとしたら、その弥生さんはその、まあ、年に1回お参りに行くとかではなくて、本当に時折足を運んでおられるのではないかなと思いますので、足を運んで手を合わせておられるのではないかなと思いますし、最初にその供養を移った時はそのご位牌だけやったんですけども、その後、まあ、ビスコとか子供さんが食べるものや、そのなんか小さなおもちゃみたいなものが飾ってあったので、本当に時折あそこに足を運んで手を合わせておられるのではないかなと思いましたので、もしかしたらあの供養をするために、お寺さんで供養をするために、そしてまたあのいつでもそこに手を合わせに行くために、あの九品仏っていう町を選んでお寺の近くに住んでおられるのではないかなという、なんかそこまでちょっと、考察してしまいました。でないとあの変わったあの地名駅が私は初めて知ったので、それも、なんか偶然ああいう設定にされているわけではないと思うので、まだあのお寺さんお坊さんが横に一緒になって供養してくださる、そんなシーンがあったんですけど、お寺さんの名前なんかはあの昨夜の第2話では出てこなかったんですが、なんか私はそのこの世に迎えてあげられなかった魂を供養するために、あの町あの駅を選んで弥生さんは住んでおられるのではないかな、なんかそんな気さえいたしました。まだまだこの共演者のところで、まあ、川崎浩輝くんであるとか中島あゆみさんとか、なんかまあ素晴らしい共演者がまた周り続々と第2話から出てこられたりしたので、まあ、そのあたりも触れさせていただきたいなと思いますので、まあ、第2話に関してもまだちょっと動画も上げさせていただきたいと思っております。本日の、まあ、翌日に撮らせていただきました、まあ考察動画としては最初の考察動画になるんですけども、昨夜放送された夜にその撮らせていただいた動画でもほぼ同時期に、まあ、同意書に書かれてたということが分かったんですが、さらにそこをもう少し詳しく見たら、同じその同意書、同じその光参加クリニックの同意書だったということが今朝分かり、ということはきっとその弥生さんと水木さんはその参加クリニックで出会っておられたのはもう間違いないと思いますので、そのあたりのシーンがまたここからどういうふうになんか過去を振り返る回想で出てくるかというところも、まあ、楽しみさせていただきたいなと思います。そこから先はちょっと私がまあ想像を膨らませるところなので、なんかまあ、耳の片隅にちょっと置いていただけたらなと思っております。じゃあまた2話のところで気になるところがいくつもありますので、また違う動画でまたお話しさせていただきたいと思っております。本日第2話が放送されました翌日に撮った、この第2話を考察させていく動画なんですけども、最後までご視聴くださいまして本当にありがとうございました。生まれてきてよかった、君と出会えたから、生まれてきてよかった、君と出会えたから。